沖縄など南西諸島は梅雨前線の影響で強い雨、雷雨に注意が必要ですねはい、この後も警戒必要なエリアというのがあります、うんはい、天気図から見ていきますえ梅雨前線、今朝の時点では沖縄、奄美のすぐ北側に伸びておりましてここに向かって暖かく湿った空気流れ込んだ状況となっておりますえ特に今日の未明ですねえ沖縄本島の西側この辺りに風が集まるような形になりましてえ雲が発達し、その雲 沖縄本島の南部につりつりと流れ込んで激しい雨を降らせました、えー、都なきでは1時間に62ミリ那覇市でも34ミリの雨を観測するなど雨のピークとなったところが多くなっております、うん、これらの雨の影響によりましてここ24時間の降水量多いところでは200ミリを超えた状況となっておりまして特に沖縄本島の南部ですね土砂災害の危険度が高い状況となっております、はい、今は雨のピークと 雨上は超えているんですけれどもそれでも土砂災害の危険度赤の警戒レベルとなっているところがありますので土砂災害の発生しやすい状況は続いているといったことが言える形になっております。はい、そしてこの後ですけれども 梅雨前線はやや北上傾向となりますので、雨、強い雨のエリアというのは、沖縄本島よりも奄美大島など奄美地方に移っていく可能性が高いと見ております。はい、ただ、前線が北上しましても、そこに向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、沖縄本島周辺でも局地的に雨雲が発生、発達する可能性は続く見通しです。すでででににに、ここれままのの雨雨よっっててて土砂災害の危険度がが増しいいるところに一時的ではあっても強い雨が降ります。 と土砂災害の発生につながりますので雨が峠を越えましてもしばらくは警戒が必要ということになります、はい、またこの赤や黄色で表示されているような活発な雨雲の周辺では雷を伴うこともありますので雨に加えまして落内による停電などにも十分にお気をつけください、はい、最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます <music>